伊勢志摩サミットを来週に控えて、東京メトロのすべての駅でゴミ箱を撤去するなど、テロへの警戒を強めています。地下鉄の駅に設置されたゴミ箱を今駅員が撤去しています。東京メトロは今日月曜日の始発までに170の駅すべてでゴミ箱を撤去します。また主要な駅など140カ所ではコインロッカーを使えないように封鎖するなど、伊勢志摩サミットが終わる27日までテロへの警戒を強化します。駅の中にゴミ箱があったら便利だと思うんですけれども、テロ対策のためなら仕方ないことだと思います。一方で警視庁も来週のサミットに向けて、駅や空港などの公共交通機関で警察官を増やすなど、テロ対策が進められています。